自由韓国党、自由韓国党は韓国の保守政党。1997年にハンナラ党として結成され、2012年2月13日にセヌリ党に解消された。発足直後の大統領選挙で敗れた後、2008年までの10年間野党であったが、同年2月25日にリア・キヒロ大統領が就任したことで与党に返り咲いた。 2008年4月から2016年4月までは議会第一党であったが2016年4月12日の総選挙で敗北審議会第二党になる2017年2月8日に党名を自由韓国党に変更することと決定した2013年2月25日に就任した朴金恵大統領の与党であったが2017年5月9日に行われた 大統領選挙にて敗北し、野党に転落した。前進のハンナラ党は、ロタイグ政権とそれに続いた、金ヨンサム政権で与党だった、民主自由党を前進とする新韓国党と、野党で、金大中の結成した、新政治国民会議に対抗して、調圧し、初代民政総理市長が立ていた、民主党が1997年11月21日に合同して結成された。 離合衆参が頻繁である、韓国政党の中では、第三共和国、第四共和国における与党である、民主共和党、1963年から1980年に次ぐ長い歴史をしていたが、2012年2月13日の東全国委員会で党名が、セヌリ党に解消された後、現在は自由韓国党になっている。旧党名のハンナラとは、大きな国、 一つの国などを意味し、新党名の、セヌりとは、新しい世の中を意味する。英語では、と訳されている。これは日本に、かつて存在した、新進党の英語名称と同じである。また、中華圏、中国、台湾、香港などでは、半奈良党は、セヌり党は、と訳されている。政治思想としては、北政紀、全都間といった、軍事政権の流れを組む。 新米保守系議員が多く、比較的地日的とされ、前のロブ原政権を左翼と呼び対立していた。民主正義党民主自由党新韓国党、半奈良党時代から一貫して、韓国南東部の南南地方、富山、テグ、ウルサン、京州北道、京州南道を強固な支持基盤としている。ソウルでも富裕層が多いとされる、江南地区でも支持基盤を構築している。 公益自治団体、17指導では、不山公益市など5箇所で、党公認の主張を有している。党内は2007年の大統領候補予備選挙で、候補者の座を争った、リアキヒロ大統領に近いグループ、親里と牧金めぐみ元代表に近いグループ、親僕の2大グループに、大きく分けられ、両グループの葛藤が指摘されていたが、2012年総選挙では、 親牧派が多数を占める結果となり、公有料代表以下等最高指導部9名中8名が親牧系で占められた。結成直後の1997年代統領選挙では、当時の最大野党である新政治国民会議、国民会議の近代中候補に、僅差で敗北し、半ナラ党は与党の地位から転落した。その後、 2000年の総選挙において、院内第一党の地位を維持し、2002年の地方選挙で、美昭弘が、ソウル市長選で当選するなど勝利を収めたが、同年12月の大統領選では、前回に引き続いて、立候補した会長が僅差で、新千年民主党、国民会議の更新政党のロブゲン候補に敗れる結果となった。 2004年3月12日に、ロブゲン大統領の売り投資自発言や不正資金、問題などを理由に、大統領弾劾卒案を国会に提出し、可決させた。しかし、国民からの強い反発を受けて、投資自立を大幅に減らし再並列、エビオンよる代表、当時は退任することになった。起死改正を狙うべく3月23日に、臨時党大会を開き、保守層に、 人気のある、牧世紀元大統領の娘である牧金恵パククンヘを新しい代表に選した。その結果、2004年4月の第17大総選挙では、党の地盤である継承道で検討したこともあり121議席を獲得、第一党の座は、売り党に譲り渡した者の,の議席減を最小限に抑えることができた。 総選挙後、ロブ現政権の経済政策などに対する批判を背景に、翌2005年4月30日と10月26日の補欠選挙で全勝。2006年の統一地方選挙では、広域団体長選挙16指導中12指導で勝利。広域議会選挙は、首都圏地域区で全勝するなど圧勝し、着実に統制を回復させつつ、 次期大統領選へ向け地方を固めた。そして、2007年12月19日に行われた、大統領選挙で、与党、売党から改変した新党である、大統合民主新党の帝党へ、チョンドン4候補らに圧倒的大差をつけて、李明博が当選。翌年の2008年2月25日に正式に、大統領に就任し、10年ぶりに与党に復帰した。 リア・キヒロ大統領の就任直後に行われた総選挙ではリア・キヒロと大統領候補の座をめぐって争った牧金恵元代表に近い親牧派の議員の多くが投稿後も得られず反発した議員が新党、親牧連帯や無所属で出馬する事態となったそのため党の強固な地盤である継承道で伸び悩み当初予想されていた百八十議席近くの対象には 至らなかったが、総理市を含む首都圏で支持を伸ばし、過半数150議席を上回る153議席、地域区131議席、比例区22議席を獲得した。しかし6月に行われた広域自治体議員及び基礎自治団体長と議員をデスるための補欠選挙では、米国産牛肉の輸入再開を強行したことに、対する 李アキヒロ大統領への批判が高まった影響で敗北した。7月3日に行われたハンナラ党代表選挙で、テイムジュン・チョンモンジュンを破って代表に当選した僕、ふとし、パクヒテ代表は、4月総選挙で公認を外され、親僕連帯や無所属で選挙を戦って当選した親僕派議員の無条件復党を認めることを正式決定し、同月16日に、 親牧連隊や無所属の議員19人が半奈良党に入党した。これにより国会における議席数は171人に増え安定多数を確保した。2009年4月の国会議員再選挙では民進の動向を図れる意味において重要な地域である首都圏のインチョン公益市府大落をつ選挙区で民主党候補に半奈良党の強固な地盤である 慶尚道のウルサン広域式北時計州市でも、進歩新党候補と、親僕系無所属候補に敗れ、全敗した。9月7日、僕王の代表が10月に行われる、国会減災選挙に出馬するために、党代表の座を退き、公認代表に代表選挙で辞典だった、定務巡最高委員が、党権、党期に基づいて就任した。 その邸代表が就任後の10月に行われた国会議員選挙では、慶承南道両山市で、牧夫都市が当選するなど、2カ所での勝利に止まり、民主党に赤敗した。11月20日には、党結成12周年の記念式が行われ、張誠戦、蝶佑孫報道官が、半奈良党は、中道保守の代弁者としての場所を守り続けてきた。 中山層を堅固に市庶民と交わる、頼もしい政党になると述べたが、党内における親利系と、親牧系の対立や、清掃氏の建設問題などで、党内葛藤が続いている中での指揮となったため、簡素に行われた。李昭弘政権の中間評価となった2010年6月の地方選挙は、当初、広域団体長選挙において8から9カ所で首位に立つなど、 優位な戦いを進めていた。しかし、李明博政権の政権運営に対する反発と3月に発生した韓国海軍駆逐艦、天安号の沈没事件をめぐり、北朝鮮に対して強硬姿勢を取ったことに不安をいただいた20から40代の有権者を中心に民主など野党勢力に支持が集中し、前回選挙の大幅に下回る結果となった。 16指導の自治団体長、市長、同知事を選出する広域団体長選挙では、事前の世論調査の支持率では、圧倒的に優位に立っていたソウル市長選挙で、クレヨ君候補が、民主党のハン・アキラシク候補と激しいツバゼリ合いを演じ、0.6%の僅差で、かろうじて再選。また半なら党支持が強い地域であった。 関門度や京城南道で民主党と民主系無所属候補が半七党候補を破って戦するなど8カ所で勝利した民主党を下回り6カ所の当選に止まった。また基礎団体長選挙でも民主党が91カ所で勝利したのに対し83カ所の当選に止まった。16指導の広域議会議員を選出する議会選挙でも地域区で民主党が第一党となった。 半ナラ党が地方選挙で敗北した結果を受け、低矛盾代表をはじめとする党指導部は大勢が判明した3日午前に総辞職を表明し、党大会が開催されるまでは、近世院内代表を委員長とする非常対策委員会を構成して、党運営に当たることを明らかにした。全、ロブ元政権の公約であった中央政府機関を 中世道地域に移転する清掃士計画をめぐり、リアキヒロ政権は当初の計画案を変更し、行政機関移転を白紙化し、企業や研究機関を新たに誘致する修正案を推進していた。これに対し、全政権与党の流れを組む民主党や中世南道に強い支持を有する先進党のみならず、与党である半ラ党内でも、 牧金恵みを支持する親牧派を中心に当初の計画案を推進すべきであるとの声が強く激しく対立していた。こうした中6月16日、国会の国土海洋委員会において清掃し修正案は反対多数で否決。続く6月29日には国会本会議でも賛成105票、反対164票、危険6で否決された。 本会議の採決では野党のみならず、与党である半ナラ党内の親牧派議員も反対票を投じたことで、党内における親利系と親牧系の亀裂が明らかとなった。7月14日に行われた第11次全党大会において、党幹部選挙が実施され、今後2年間、党を率いる新たな党代表として、親利派の暗章を守る。 アンサンス元院内代表が当選を果たし、親利主流派が党権力を掌握することとなった。代表就任直後の28日に行われた国会議員再補選では、8選挙区中5選挙区で勝利し、統一地方選挙における敗北の後遺症から克服することができた。しかし、2011年4月27日に行われた国会議員及び、 自治団体長などの再補選にて、半奈良党の伝統的評伝であった、軽気堂上南志望党高津で、元党代表の教材渡るが民主党代表の孫、鶴慶に敗れたのを恥じ、関温度知事選挙でも民主党候補に敗れるなど、敗北した。この結果を受け28日、最高委員全員の辞任を表明し、党非庁対策委員会の設置を決定した。非常対策委員会の構成と、 代表権限代行の座をめぐって、親利系と新主流派、親牧派と若手議員が連携の間で主導権争いが繰り広げられた。結局、権限代行は院内代表が担うことになり、非常対策委員会のメンバーも当初の13名から19名に増やされ、親牧系と若手が多数を占めた。5月7日に行われた、院内代表選挙では非主流派の交差路。 ファン・ウヨガをやり派のアン・リツ、アン・キョン・リルを決選投票で破って当選を果たした。7月4日に行われた全党大会にて最高院選挙が行われ、大議員投票と世論調査を合算した有効投票のうち25%余りを獲得した高順尺議員が新代表に選出され、2位以下の4候補もそれぞれ最高委員に選出された。選挙の結果、 親利系が支援した候補が4位に止まった反面、親牧系候補が2位で当選するなど、親利系が没落し親牧系が躍進し、党の主導権は、親牧系と子孫派が連合する新主流派が握った。8月に、ソウル市における無償給食実施範囲を問う、住民投票が不成立となった責任を取る形で、クレヨ君ソウル市長が辞職した結果、10月26日の、 統一補欠選挙にて、ソウル市長選挙が行われることに言った。選挙戦は事実上、ハンナーラ党候補のラ共演党最高委員と民主党を中心とする野党勢力の統一候補である、僕、現順弁護士、無所属との一気打ちとなった。ソウル市は有権者の2割強を占め、市長選挙での結果が、翌2012年に行われる総選挙と大統領選挙の動向を判断する。 死金席となるため、半七党は、妥協、円候補の当選に全力を注いだが、僕厳順候補が勝利した。ソウル市長選挙にて、野党統一の無所属候補に大差で敗れた結果を受け、来年行われる総選挙をこのままでは戦えないとの危機感が、党内に広がり、刷新を求める声が強まった。月日には、若手議員が、李大統領に対して、 側近の不正行為や成長中心の経済政策撤回などを求める書簡を送った。また12月2日には、先のソウル市長選挙にて、中央選挙管理委員会ホームページハッキング攻撃を受けダウンした事件について、半ナラ党議員秘書が指示して攻撃させていたことが明らかとなり、これを受け党指導部である最高委員5名中3名が陣を表明。 12月9日には高淳尺が代表を隕石辞任した。今後の党の行方をめぐり混迷の度合いを強める中、12月12日に議員総会が行われ、僕金恵元代表を委員長とする非常対策委員会を発足させることで意見がまとまった。これにより、僕元代表が5年5ヶ月ぶりに党の指揮を取ることになった。しかし、非常対策委員会が主導する。 党刷新の方向性については、意見がまとまらず派閥間で対立が続いた。12月20日、全国委員会が開かれ、牧金恵み元代表を、非常対策委員会委員長に選出した。そして、党最高委員の全権が非常対策委員長に委ねられたことで、牧金恵みが、実質的な党代表としての地位を持つことになった。二千十二年一月十六日、 非常対策委員会は全体会議を行い透明を変更することを決定した。また4月に行われる総選挙での公認候補を審査する委員会についても3分の2を当該から登用することを決定した。新しい透明については公募を経た上で30日に決定される予定であったが予想を上回る応募があったため2月2日に発表されることになった。 ハンナラ党の非常対策委員会は2月2日に全体会議を開き、新しい党名をセヌギ党に内定、同時に未来希望連帯と統合することを発表した。同月13日に行われた全党大会担当機構である全国委員会に提起された、党名解消と党県党機改正案が全会一致で承認され、14年のハンナラ党にピリオドを打ち、新たに セヌリ党となった。これに先立つ7日には、民主正義党時代から、シンボルカラーとして用いてきた青色に変わり、赤色を新たなシンボルカラーとすることも決定された。セヌリ党発足直後の二千十二年四月に、行われた第十九代総選挙の候補者を決める、公焼ごも審査では、世代交代と刷新を進めるため、現職議員二十五パーセントの入れ替えという基準を、設け、 その結果、親理系を中心とする多数の現職議員が、投稿後もから脱落する事態となった。公後もから脱落した親理系の現職議員は、強く反発し、一部議員は、背塗り党を離党して、無所属や新党から出馬する者もた。総選挙では僕委員長の地元である、手ぐや継承北道及び関本土で全勝したほか、富山でも18議席中16議席を獲得。 中制度でも善戦した結果、最大野党である民主党合党を大きく上回る152議席、地比例代表25議席を獲得、選挙前議席、162議席から減らしたものの、単独過半数を維持することができた。しかし、18日と20日に当選者2人が相次いで不祥事を理由に離党したため議席数は10議席となり、過半数を割り込む事態となった。 5月15日、京畿道茅やしで行われた、全党大会で、高有良議員を新代表、代表最高委員に、選出、同時に、李恵美香る、陳在哲、丁宇座は、ゆ春王を最高委員に選出した。全党大会前の4日には、おやり系の重鎮である李貫久議員が、院内代表に選出されたことに続き、僕委員長からの信任が厚い議員が新代表に、 選出されたことで、セヌギ党は、親牧系による体制構築が事実関したとの評価を受けた。6月3日には、指名職最高委員2名として、李廷健前議員と金振り元官温度知事が任命された。これにより、最高委員を含む最高指導部9名中8名が、親牧系となった。12月に行われる大統領選挙に向けた党内予備選には、 木金恵美元委員長をはじめ、任務都市広市、暗装種など5名が立候補した。8月19日に党員と一般有権者選挙人団による投票が行われ、これに世論調査結果を均等割合でが試算する方法で選挙が行われた。翌20日の全党大会で木金恵が2位以下に大差をつけて大統領候補に選出された。10月25日、 中制度を主な支持基盤とする先進統一党4議席との合併を公式宣言。11月7日の全国委員会で統一党との合併を正式決定し、16日に合併手続きを完了した。これにより国会議席数は150議席から154議席となり、再び過半数を確保した。大統領選挙は 民主党合党候補であるムンジェインとの事実上の一騎打ちとなったが、牧金恵みが僅差で、ムンジェインを抑えて勝利した。2012年大統領選挙で勝利した、牧金恵みが、翌年2月末に大統領に就任した後の4月に、行われた国会議員再補選では3選挙区中2選挙区で勝利し、同年10月に行われた再補選でも2選挙区で干渉した。 国金めぐみ政権にとって中間評価となる2014年6月の第6回全国同時地方選挙では4月に発生したセオル号沈没事故における政府の事故対応の不手際から政権に対する支持率が低下し一時は惨敗も予想されていたが危機感を抱いた保守層が結集したことが功を奏し広域団体長選挙では新政自民主連合に差をつけられたものの 基礎団体長選挙や地方議会議員選挙では、新政自民連合を大きく上回るなど、前線したとの評価を受けた。選挙後の7月15日、全党大会が行われ、大議員、党員の投票と国民を対象とした、世論調査に基づいて行われた、選挙の結果、非主流派、非北系の重鎮である、金正、金武ンが選出された。また、 最高委員には得票で2から4位となった主流派、親僕系の女性元と金代行、非主流派及び利比と沈み、非主流派のほか、女性である金を月が非主流派が選出された。なお党代表選挙で大統領に近い主流派候補が敗れたのは異例のことで与党に対する大統領の影響力低下を指摘する声も出た。 地方選挙直後の7月30日に行われた国会議員再補選では15選挙区中11選挙区で勝利する圧勝で野党の強固な評伝とされてきた全羅難道、順天使、国上軍で党公認候補が1988年総選挙以来初め当選再補選のようとされた首都圏でも勝利した。この結果、 選挙前の147議席から過半数議席を7、上回って158議席となり、安定した政権運営を行うことが再び可能となった。2015年2月2日、国務総理に内定した李官級院内代表の公認を決める選挙が行われ、非主流派で国会国防委員長の劉将が親牧主流派の支援を受けたり柱境前、 海洋水産部長官に大座をつけて出された。これにより、セヌリ党の執行部は、金星代表以下、被木派が掌握することになり、木金恵大統領のレームダック化が始まったとの見方も出た。2015年4月、4選挙区、3選挙区は東方新保党解散による補欠選挙、残る1選挙区は、セヌリ党議員の当選無効による再選挙で、 投票が行われた国会議員再補選では、牧金恵大統領側近の裏金疑惑が浮上したにもかかわらず、伝統的に野党の地盤とされてきたソウル市甘楽区で27年ぶりに議席を奪うなど、4選挙区中3選挙区で当選を収めて圧勝した。前年4月の補選で対象した、セヌリ党は2016年4月に行われる総選挙を前に、 候補者公認権をめぐる派閥間対立が表面化。また、牧金恵大統領の政治姿勢に対し、国民の不満は高まり、党内でも、党本部主導の公認方式に対する不満から、非主流派議員の離党が相次ぎ、中には、最大野党であるともに、民主党以下、民主党へ入党する議員も出た。その結果、過半数を大きく下回る122議席を、 獲得するに止まり、123議席を獲得した民主党に次ぐ第2党へ転落する結果となった。特にソウル市では12議席に止まり、民主化後の総選挙では最低の結果となったほか、ソウル市高ラン区、富山市や手具市など、セヌリ党が伝統的に強いとされてきた地域で民主党や無所属候補に敗れる事例が相次いだ。この結果を受けて、金星代表は、 党代表を辞任し、指導部も退陣した。8月9日に行われた、全党大会において、主流派に属する全羅道出身の国会議員である、李定賢が代表に選出された。同志が代表に選出された結果、主流派の人物が2012年以来4年ぶりに、党指導部に復帰。また、韓国の保守系政党において初めて、全羅道出身者が代表に就任することになった。 最純実ゲート事件が明らかになったことをきっかけに、牧金めぐ大統領への批判が高まったことに、比例しせぬぎ投資事率も、急落、11月半ばには15%と、政権発足以来で最低値を記録。大統領候補として、名が挙がっていた、同党所属の軽機動知事である、南慶室、ギョンピルと、非主流派で参戦議員の金広し直ムヨンテが離、離党。 非主流派からは、指導部の退陣を求める声が強まった。12月9日、牧金恵大統領に対する弾劾卒案が234票の賛成票で可決、反対票を投じたのは56票に止まり、大統領と距離を置く、非主流派だけでなく、大統領に近い主流派からも、賛成票を投じたことが示される結果となった。12月12日には、鄭鎮石が、 院内代表を辞任。16日に行われた院内代表選挙で、親僕派の鄭宇沢が当選。これを受けて理代表以下の党指導部全員が、僕大統領団外卒追加決の責任を取る形で、辞任し、院内代表となった鄭宇沢が、代表権限代行として、非常対策委員会、臨時指導部の構成などを主導することとなった。 しかし非常対策委員長の人選をめぐり親僕派と対立を深めた、非主流派は21日、金星前代表や劉将、元院内代表らが会合を行い27日に離党して、新党を結成する方針を固めた。そして27日に非主流派議員29名が、離党と、新党、改革保守新党、過小の結成を宣言。 同時に、院内交渉団体の登録を行った。これにより、セヌリ党は99名に減少し、第1党の座から転落した。翌2017年1月、立党したメンバーを中心とする新党、正しい政党が発足。党分裂後の12月23日、セヌリ党は、非常対策委員会委員長に、経済正義実践市民連合、共実験共同代表で、 半奈良党時代の2006年に党倫理委員長を務めたことがある、陰命沈牧師を内定。同月29日に正式に委員長に選出した。最純実ゲート事件で深刻なダメージを受けた、セヌリ党はイメージ刷新のため、5年ぶりに党名変更を図ることを決定。2017年2月8日の議員総会で、責任党員へのアンケートで最も多かった、自由。 韓国に変更することを決定。2月13日の常任全国委員会の会議で、透明変更を正式決定した。3月31日に行われた全党大会では、憲法裁判所が、朴金恵大統領を罷免したため、5月9日に、投開票が行われることになった、大統領選挙における党の大統領候補を決める予備選挙が行われ、4名が立候補。 責任党員の投票と一般国民を対象とした世論調査結果を50%ずつ反映する方法で行われた選挙の結果、継承南道知事の高準尺が54.15%の得票を得て大統領候補に選出された。同日、非常対策委員会委員長を務めた牧師のイ明鎮は委員長を辞任した。4月5日、 朴金恵みの大統領団外に反対する運動を行ってきた保守系団体が新しいセヌギ党を結成した。選挙戦はライバル、ムンジェイン候補、ともに民主党有利のまま進み、旧セヌギ党の流れを汲む自由韓国党、正しい政党、それにかつてともに民主党の反主流派だった議員が中心メンバーである、 国民党を加えた3党が候補者の一本化に向けた交渉を行うも失敗に終わり、この動きに反旗を翻した正しい政党のメンバーのうち20人が離党し、古巣の自由韓国党に再交流を求め、自由韓国党は正しい政党を離党した13名の副党と懲戒処分を受けていた議員7名の処分解除を決定。5月9日の投開票の結果、 公認候補、公準尺は2位となったものの、得票率は24.03%にとどまり、韓国大統領選挙史上、歴代の保守政党、自由党民主共和党民主正義党、民主自由党反ならせぬぎ党自由韓国党の候補者として、最低の結果となった。それまで最低だったのは1987年大統領選の、タイグの36.6%だった。 ムンジェインと孔淳尺の得票差は557万951票で2007年大統領選でのリアキヒロと低投影の531万7708票差を上回り1位と2位の票差が歴代の韓国大統領選挙史上最大となる惨敗となった。党の強固な地盤であった軽勝道地域でも 全身の歴代の保守政党が大統領選挙で一度も1位を逃したことがなかった、ウルサン氏と全身の民主自由党時代から一度も大統領選挙で1位を逃したことがなった釜山市で、文在寅に敗れ、継承難道でも巨彩し金海市、両山市、まさげん市上山幕、吉正区、鎮海区で、文在寅に敗北し、道全体でも、得票数にして約1万票、得票率にして、 わずか0.5ポイント差まで迫られた。釜山市、ウルサン市、京商南道、旧京商南道、いわゆる PK 地域の得票の後継でも、ムンジェインを下回り、民主自由党時代から一貫して1位を守ってきた、P 地域の総得票でも敗北した。また、手具と京商北道、いわゆる TK 地域では1位の座を守ったものの、前回2012年の大統領選で、 木金恵が、テグ、京北で得た、得票率は80%を超えたのに対し、高潤尺の得票率は50%を下回り、大統領選挙史上、党の前身である歴代の保守政党の候補者として、TK 地域で最低の結果となった。この敗戦により、自由韓国党は、半奈良党時代の2008年2月以来、9年間維持。 し続けた与党の座を明け渡す結果となった。7月3日の党大会で、高純爵が党代表に選出された。11月3日に高純爵代表は、ムンジェイン政権は自由韓国党に、牧金恵政党のレッテルを貼り、保守勢力を滅ぼそうとしてると主張し、統一地方選にも備えるために、牧金恵前大統領を自由韓国党から助したと発表した。 これには、党内の親牧派が反発している。牧金恵が除名されたことを受け、11月6日に、金生らが正しい政党を離党して復党した。12月12日、5月の大統領選直前に、正しい政党を離党して復党した、金生隊が、院内代表に選出された。その後も、党支持率は、低迷が続き、 2018年6月13日に行われた統一地方選挙では、全国17カ所の広域自治体の市長、広域団体長選挙の内手口市長選と継承、北道知事選の2カ所を除いて全敗すると、歴史的な大惨敗となった。新川市長選、軽機道知事選で、党所属の現職が文在寅政権の与党、共に民主党の公認候補に、 大佐で敗れて落選するなど、首都圏、全羅道、中聖道、関温度、最終道の広域団体上戦で全敗したのみならず、1990年のによる民主自由党の結成以降、党の前身である歴代の保守政党、民主自由党新韓国党反ラ,ラ党セヌリ、当自由韓国党の強固な地であった、軽勝道地域でも、富山市長選、ウルサン市長選、 継承南道知事選で、党候補が共に、民主党の公認候補に、大差で敗れて落選した。富山市とウルサン市では、現職が敗れ、党代表の高順尺が2017年4月まで、知事を務めていた京商南道でも現職が共に、民主党の新人に敗れた。また、同日に投票が行われた、国会議員補欠選挙でも、12選挙区のうち共に、 民主党が候補者を擁立しなかった一選挙区でしか勝利できず、十一選挙区では共に民主党の候補者に敗れた。この結果を受け候補順は党代表を辞任し、国民大学公明予教授の金、平順を非常対策委員長に選出した。2019年2月27日に行われた党大会では、牧金恵政権下で要職を歴任した前、 国務総理の企業安が党代表に選出された。出展自由韓国党公式ホームページ中央党を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。